ミハイ・ミルチェア・ネシュは、ルーマニア・オラデア出身の元サッカー選手、元ルーマニア代表。現役時代のポジションはディフェンダー。練習中に負傷した時の麻痺が残り、リハビリに専念するために2012年に現役引退をした。ステアウアブカレスト元サッカー選手で、審判員ミルチェアの息子に生まれたネシュは、2001年から FC ・ステアウアブカレストで、プロ生活をスタートさせ、 2008年まで在籍する。2002年4月21日の FC ペトロルル、プロイヤシティ戦で初出場を飾り、以来、数々のタイトルを獲得する中で、多くの競合相手の存在から絶対的なレギュラーと、まではなかなかいかず、ステアウアでの最後のフルシーズンとなった2007から08、シーズンもイフェアニエメガラ、ペトレ・マリンと定位置争いを繰り広げていた。 一方の欧州カップ戦には、初出場となった UEFA カップ2003から04から30試合以上に出場しており、特に2005から06シーズンは、まず、UEFA チャンピオンズリーグ2005から06予選、全4試合に出場すると、UEFA カップ2005から06で12試合に出場し、RC ランス、SC ヘイレンフェーン、レアルベティス、 そして、FC ラピドブカレストなどを次々破り躍進するチームを支え、ミドルズブラ FC との準決勝進出に貢献した。UEFA チャンピオンズリーグ2006から07では、スタンダールリエージを下して10年ぶりとなる予選突破に貢献し、レアルマドリード、オリンピックリヨン、FC ディナムキエフと同組となった。ユトレヒト2008の09シーズンを、ステアウアで迎え、 リーグ戦や UEFA チャンピオンズリーグ2008から09予選に出場していたが2008年8月22日にエリック・ピーテルスの後釜として同郷のルチアン・スンマルテアンが在籍するエールディビジの FC ユトレヒトと推定移籍金150万ユーロの4年契約で合意する。ユトレヒトではすぐさま定位置を確保し最初シーズンを29試合で終えると 以後のシーズンもレギュラーであり続け、また、クラブの最優秀選手に贈られる、旅取リトマス訟には、2008から09シーズン3位、2009から10シーズン2位、2010から11シーズン3位と、常に3位以内に選出されるなど、チームに好影響を与えていた。しかし、2011年5月10日に練習中の、競り合いで、アルイエスフートが、自身の体に落ち、 その際に椎骨を骨折。チームドクターは、復帰時期は現段階で不明とした。2011年11月、死神に麻痺が残りシャイスでの生活を余儀なくされ、復帰のめどが立っていない年ュに対し、ゆとれ人から契約延長を提示される。2012年6月30日の契約満了に、伴い対談し、7月2日に自身のツイッターにて、29歳で、 現役引退を発表した。引退後現役引退後は、自身と同じ境遇の子供たちを支援するための財団を設立。2014年9月、FC ステアウアブカレスト時代の同僚であり、友人のゲオルゲオガラル監督率いる FC、ウニベルシタテアクルジュのビデオアナリストに就任した。ルーマニア代表としては、2005年11月に、ビクトル・ピツルカ監督によって、 コートジボワール戦へ向けて初招集され、同試合で、ラズバン・ラツとの交代によって、後半から初出場を飾った。最終的に8試合に出場した。父ミルチャーは、元サッカー選手で審判員だった。また、サッカー選手で、年代別のギリシャ代表経験を持つニコスバルブディスは、おい。出展、出展、FC ステアウアブカレスト。ありがとうございます。